どうも皆さんこんばんは、エネムです。今回も東京グールリインボークのリニューアル新情報をお伝えしていこうかなと思います。今週の週刊ヤングジャンプにて公開されていたものとなります。超大型リニューアル直前情報、メインビジュアル初公開、交わるはずのなかった2つの世界が今交差するということで、指パキハイセと背中合わせの白金木のメインビジュアルが公開されました。タイトル画面もリニューアルに合わせて、おそらく変更されると思いますが、このビジュアルとはまた別のものになったりするのでしょうか。リニューアル記念、期間限定ログインボーナスとして SR 佐々木ハイセを配布予定。SSR ハイセの詳細は昨日の動画でお話ししましたが、ログボで SR ハイセも、もらえるようですね。配布スケジュールは今後ゲーム内にてお知らせされるとのことです。そして僕が一番嬉しかったことが実はあります。この戦闘画面よく見るとキャラアイコンに圧倒カネギがいるんです。グルカル時代長い間僕を支え続けてくれたキャラクターがインボークに帰ってくるということでですね、誕生日カネキなのかフェスゲンカネキのイラストが圧倒カネキになるか分かりませんが、一応、両方所持しているので、実装が楽しみであります。以上が今日発表された情報となります。また新たな情報が発表され次第順次紹介していこうと思うので、よかったらチャンネル登録グッドボタンの方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。